松田さんフェスタに来られたロードスターファン、そして松田さん皆さんこんにちは。今日一日楽しみましょう。集まりの皆さん、すべてのですね、車を愛していらっしゃる皆様、それからマツダ車に乗っていらっしゃるマツダのファンの皆様、それからモータースポーツを愛していらっしゃる皆様、すべての皆様あっての、こういうイベントだと思いますので、ぜひですね、お別れを申し上げたいと思います。そう長い感じはしませんけども、お前の夢は何だったんだ、うん、世界のヒノキ舞台に日の丸あれかいっていうのが夢だったんじゃないか。で、国内でこんなことやってても、その車のポテンシャルも上がらないし、ドライバーの腕も上がらない。なんとか世界のヒノキ舞台行きたい。不安、その時の時間はない。ロータリーエンジンもう一つの世界のヒノキ舞台は何だ。ルマンだ。よし、ルマンに行こう。一番最初に乗ったロータリーエンジンの車ですから、何回も鈴鹿でテストしたことあるんですけども、何十年かぶりかで乗るんで、とても楽しみにしてます。